国会の外ではまだ多くの方が安保法案反対の声を上げています。中継です、正田さん。はい、国会前のデモが行われているメインステージ横には今日もご覧のように多くの方が詰めかけています。昨日の同じ時間と比べましても今日は人の出が少し早くなっているように感じるんですね。人の数、また旗の数が明らかに増えています。今日デモに参加していた小さなお子さんを連れた30代の女性に話を聞きました。その方は昨日特別委員会で可決されたのを見ていよいよかと思ってしまった、ただやはり自分としては一人では何もできないけれども、こうやって現場でみんなで大きな声を上げることで何か変わるんじゃないか、まだ間に合うんじゃないかという思いがあるというふうにおっしゃっていました。今日この現場で少し声が変わってきたことがあるんですね。今日の午後に安倍内閣の不信任決議案が提出されたのを受けまして、これまで戦争させないですとか強制採決反対といった声がほとんどだったんですが、安倍内閣、安倍総理の責任を問う声、これが増えてきています。